わって安、三菱ケミカルさんのディアマナ TV なんですけれども、ちょっとね自分が興味深かったのが、今回メーカーさんに一番飛ぶシャフトを送ってくださいって言った時に、1K の方ではなくてこの TB の方が来たっていうところがすごく僕自身興味深いところでした。タイプ的に言うと 1K っていうのは手元上司で先端が硬くって振りやすいシャフトで、この TB っていうのはどちらかというと癖がなく仕上がっているので、すごくある程度ヘッドもプレイヤーのスイングタイプもどちらも選ばずに使えるっていうのもこの TB の特徴だと思います。で、実際に振っていくと切り返した時に癖がなくシャフトの真ん中のところがしなって、自分の振りたいタイミングでインパクトの時にちゃんとスクエアに戻ってくれます。なのでこのディアマナの TB に関しては、例えば長くして早く振りたければ軽くして長くする、安定させたければ重くして短くする、またドライバーからフェアウェイウッドまで同じ流れで使ってあげたときに全く同じフィーリングで同じパフォーマンスが出てくるっていうのもこのシャフトの特徴だと思います。ですから自分の感性を活かせながら結果を上げていく、そういう風なタイプのゴルファーの方にはすごくおすすめのシャフトだと思います。飛ぶやっぱね、すごく特徴的なのはとにかく長尺仕様にしたいシャフトなんです。藤倉さんの場合いろいろなラインがたくさんあるんですけども、そのジュエルラインの中の一つでプラチナムスピーダー、それの2代目ですね。で、1代目っていうのもすごくトルクを絞って軽型っていうのを流行らせた一つのシャフトなんですけれども、それの2代目ということで何がプラスされたかっていうと、正直自分が感じるのは振りやすさと、あとはインパクトした時の当てやすさです。で、前作よりもちょっと尖った感じがなくなってまろやかな仕上がりになっているのも特徴ですね。で、できたらですね、このシャフトってやっぱ僕的には46インチ以上で使ってほしいんですよ。で、重量帯も今回 30g 台から発売されているので、すごく軽くして長くして、で、ドライバーのヘッドなのかも、今結構ウエイトの調整機能がついているものが多いので、それを外してしまったり軽いものに変えて、で、長くして使ってあげたりするとよりこのシャフトの良さっていうのが出てくると思います。で、そうするとね、やっぱりシャフトの剛性的には手元側の剛性があって真ん中から先が動くシャフトなので、合う合わないっていうのは正直出るとは思うんですけれども、そういうシャフトの中でも特に振りやすさっていうのはちゃんと残してあるので、即一発の飛距離、あとはもしくは自分の最長飛距離をどんどん伸ばしていこうっていうのにはすごく面白いシャフトだと思います。で、藤倉さんの特徴っていうと、こういうふうにちょっと特徴的なシャフトが作れる理由の一つっていうのが、この SLK、 これタイプ D の方なんですけれども、これも SLK、 SLK タイプ D って2種類出てるんですが、面白いのがこうやって比べた時に長さが全然違いますよね。こういうふうにこの SLK のように通常のヘッド重量で1インチクラブ長を短くできるシャフト、それで安定して平均飛距離を伸ばしていこう、14ホールの距離を伸ばしていこうっていうタイプのシャフトとか、あとはこのプラチナムスピーダーのようにクラブ長を長くして最長飛距離を伸ばしていこう、そして通常のエボリューションのラインのようにすごく幅広い人に対応できるシャフト、そういうふうにラインナップが同じ重量帯でも取り揃えてあるので、こういうふうに両端尖ったものっていうのが作れるのも特徴だと思います。振りやすいなこのシャフト、やっぱり。さあ、アッタスダースなんですけれども、もうね、自分がもう一発目に来るのは振りやすいなが一発最初の言葉です。マミヤさんのこのアッタス、特にここ数モデルの特徴っていうのは、全体的に今打っているモデルがこれ 6S なんですけれども、全体の重量、その 6S のシャフトの重量感よりはどちらかというと少し軽く感じます。で、軽く感じる分だけすごくコントロールしやすくて
スピード感を上げられるようなイメージになります。でこのダースの特徴は手元側が滑らかにしなってあげることと先端剛性の高さなんですけれども、それがアッタズの特徴っていうのがすごく滑らかに全体が出来上がっているんですね。だからそういう EI をしているシャフトなんですけれども、どちらかというと癖がない中上子的な動きをしてくれるので、すごく幅広い人に使ってもらって大丈夫なシャフトになっています。でやっぱ自分が目を引くのは、意外とこのアッタスのシリーズっていうのは女子プロの使用選手がすごく多いんですね。ですからその裏返しっていうのは、逆に切り返した時に大きな負荷をシャフトにギュッてかけなくてもシャフトがちゃんとしなっていいパフォーマンスを上げてくれる、そういうシャフトなので、どちらかというとここで切り返しでギュッて力む人なんかよりも、ある程度ワンピースで同じリズムでフィニッシュまで振っていくタイプの人の方が合いやすいシャフトっていうのも言えると思います。やっぱ飛ぶんだよなこのシャフト、日本シャフトさんのフォーミュラ MB プラスなんですけれども、これ僕ずっといろいろなところでこのシャフトの挙動をニューテモトって変な言い方をしてます。なんでそんな言い方をしているかっていうと、基本この MB プラスっていうのは手元がしなるシャフトなので、ずっと動いた時に切り返した時にシャフトがこう手元側からしなって、しなったままインパクトを少しこういう形で当ててくるので、弾道的には左に行きにくい、あとは強い強弾道が出る、そういう風な特徴があるんですけれども、この MB プラスに関してはそれは活かしながらもう一個プラスして、すごく手元側のしなり戻りっていうのに特徴があります。実際に打ってる方がどう感じるかっていうと、速いっていう印象になります。その速さっていうのは嫌な速さではなくて、しなったものが自分の当てたいタイミングで戻るっていう速さです。ですからこういうシャフトの特徴ってどちらかというとヘッドスピードの速い人向けのイメージがあるんですけれども、自分がみたいなヘッドスピードで打っていても実際にボール初速を上げられるようになっています。実際にメーカーさんの方も最大飛距離を出そうと言って開発しているシャフトなので、それがしっかりと結果につながっている形ですね。で日本シャフトさんというとやっぱりスチールシャフトのイメージがすごく多いんですけど、実はモーダスの105アイアンのスチールシャフトの剛性っていうのも、実はこれと同じように手元の剛性、手元上手のシャフトでありながら手元の剛性がちょっと高いシャフトなんですね。ですからモーダスの105とかを使っている方は同じフィーリングでドライバーも打っていけるので、ぜひ打ってみてほしいシャフトです。いやこれなんだ、すごい早く振れるぞ。ツルテンパーさんのイーブンフローなんですけれども、実はこれ僕今回本当に初めて打ちました。もうね、最初に振った時の第一印象は、まず持った時にちょっとシャフト自体は全体的に特に真ん中から手元側っていうのはちょっと細く感じます。これが色なのか本当に設計上ちょっと細くなってるのかはごめんなさい、ちょっとわからないんですけれども、ちょっと細く感じます。でそれのもう一つの要因は、あと持った時にシャフトにすごく芯がある感じですね。真ん中に1本こう針金が入ってるみたいな張り感を感じます。なので実際の重量よりも持った時にシャフト全体の重さっていうのをちょっと軽く感じて、相対的にヘッドを重く感じるので、すごくヘッドが効いた感じで速く振れる、そういう印象ですね。で実際に打つとこのシャフトの真ん中の部分ですね、センター剛性っていうのがすごく高いので、切り返した時にちゃんとしなり感は感じるんですけど、ハーフウェイからインパクトフォローのところのスピード感っていうのがすごく速いです。だからパッて打った時に、あ少し軽く感じるな、ヘッドすごく分かりやすいな、打つとうわ早く振れる、そういうシャフトです。でこういう味付けってやっぱり自分のフィーリングっていうのがすごく出てくる感じなので、まあアメリカっぽいっていう言い方したら変ですけど、シャフトがいっぱい動くというよりは自分のパフォーマンスを上げてくれるようなタイプのシャフトになっています。
で実際に弾道はそういうスピード感があって速く出るんですけれども、ちょっと中弾道のすごく強い球が出るので、すごく自分を気持ちよく振らせてくれるシャフトに仕上がっていると思います。当てやすいな、これアイアンみたいだな、これ当てやすいですよ。あの KBS さんのシャフトなんですけれども、KBS でドライバーのシャフト作ってるのって思われる方も多いかもしれないんですけど、すごく、一番最後の最後ですねに出来上がったのがこのシャフトです。あの通常シャフトメーカーさんはやっぱり上から来る場合が多いんですけれども、 KBS さんの場合は面白くて、まずアイアンのシャフトでアメリカでもすごく支持されました。でどう支持されたかっていうと、 KBS さんの場合結果に対してすごくコミットしたシャフト作りをしているんですね。それが球の高さだったりスピン量だったり、であとはそこに重量帯をつけたラインナップになってます。でそのシャフトがすごく支持されて、そのフィーリングでできるハイブリッド用のシャフトなんかないって言ってできて、次にハイブリッドのシャフトがリクエストが多くてできました。でそこでもまたいい結果を残してきて、いやここまで来たらドライバーもなんかないのかっていうことで出来上がったのがこの TD です。ですからフィーリング的にはあくまでも下から上がってきたメーカーさんらしく、すごく振りやすいこと、そして当てやすいこと、あとは自分の結果ターゲットに対してすごく狙いやすいシャフト作りになっているので、振っている時にあまり無駄な動きっていうのが少ないです。重量帯によってキックポイントも変えてあるんですけれども、どの重量帯を打ってあげても切り返した時にヘッドがねじれるとか垂れるとかっていう無駄な動きがなくて、本当にこういう大きい完成モメントの大きいドライバーのヘッドを使って入れてあげても、アイアンを打っているようにスムーズにインパクトを迎えてフィニッシュまで振ってくれる、そういうのがすごく特徴ですね。ですからアイアンがすごく得意で、 KBS さんのシャフトですごくいいフィーリングなんだけど、ドライバーでいいのないんだなって狙ってる方なんかはこのシャフトちょっと試してみると面白いと思います。グラファイトデザインさんの G シリーズ G33 のシャフトなんですけれども、これ今までのグラファイトさんツアー AD のシリーズとはちょっと一線を画している新しいシリーズのシャフトになります。でどう違うかっていうと、ツアー AD のシリーズっていうとどうしてもそのプロユースのトップダウンのイメージが強いシャフトなんですけれども、この G シリーズっていうのはどちらかっていうと、もともとヘッドスピードがそこまで速くないタイプのゴルファー、例えば女子プロであったり一般的なアマチュアのゴルファー、そのタイプのゴルファー、そのスイング領域ですごくパフォーマンスがいいように、そういうシャフトを作れないかって言ってできたのがこの G シリーズです。ですからこの G33 の5のシリーズ、だいたい 50g ぐらいなんですけれども、自分が打ってた時にだいたい自分がヘッドスピード、そうですね、ドライバーでって40から42ぐらいなんですけど、打った時にすっごくストレスなく気持ちよくしなって、気持ちよくフィニッシュまで振り抜ける、そういうシャフトに仕上がっています。で当然そのヘッドスピード帯の領域だとやっぱ求めるものって飛距離なので、すごく飛距離が出しやすい設定なんですけれども、グラファイトさんらしいのがそこにすごく振りやすさと当てやすさっていうのもついてます。シャフトのどこか一部分が強烈にしなって戻るとかではなくて、切り返した時に手元からちょっとむしろにしっかりしなってくれて、それがインパクトで滑らかに戻る、そういうシャフトになってますね。そうですね、ヘッドスピードだいたい40前後のプレイヤーの方、そういう方であればすごく落ち着いたパフォーマンスっていうのを出していけると思うので、ちょっと、打ってみてほしいですね。ちょっと飛んでないかこれ、このシャフトなんですけれども、見たことあるでしょうか、オートフレックスっていうシャフトなんですけれども、実はこれ、韓国のブランドなんですね。で、アダム・スコットが使ったりして
まあ、テストしたりしてすごく話題になってたりするので、すごく感度の高いゴルファーの皆さんは知ってる方がいるかもしれないんですけども、このシャフトは実はもうこの、今年からですね日本でもしっかりと販売しています。でどういうシャフトかっていうと、ヘッドスピード帯別にワンフレックスで重量が少しずつ変わって出来上がっているシャフトです。で挙動の特徴としては、これちょっと、まあ、あんまり強くできないんですけど、軽くこうやっただけでしなるの分かりますかね。すごく柔らかいシャフトです。ですから切り返した時にギュッとシャフト全体がしなって、それが全部パワーになってボールの初速に転換していくタイプのシャフトです。で結構日本のブランドでもワンフレックスのシャフトって結構種類は出ているんですけれども、そのシャフトと大きく違うところ、自分が感じるのは、まずシャフトのこの辺の部分までは意外と剛性が真ん中から先に比べて少し剛性が高いです。ですからしなり感はしっかり感じるんですけれども、ヘッドがねじれる感じっていうのは全くないです。ですから本当に自分のシャフトプレーン上にギュッて大きく弓のようにたらわんでくれて戻ってくるので、インパクトの時にすごく合わせやすいです。なので実際にこれ自分が試打している時にいろいろインパクトのタイミングとかスピードを変えて振ったりもしてたんですけれども、それでもインパクトはずれたりはしないので、そういう意味ではこのワンフレックスのシャフトの中ではすごく違和感がないタイプのシャフトって言ってあげていいと思います。で実際に球なんですけれども、こういうタイプのシャフトって実際こう初速が速くてスピンが多くなったりする傾向が出たりするんですけれど、それがなくってすごくゆっくり低スピンで大きな弾道ですねで飛んでくれるので、風が強い人がでも違和感なく使える弾道です。価格がちょっと高いのですごく絶対ですよって言いにくいシャフトなんですけれども、すごく結果も含めて特徴も面白いシャフトだと思います。今回、ワックルさんの企画で各シャフトメーカーさんに一番飛ぶシャフトを送ってくださいということで集めたシャフトをいろいろ試出してみました。とても特徴的で面白いんですけれども、僕が皆さんにお伝えしたいのは、まず一つはシャフトの選ぶときに自分がどうしたいのかっていうのをしっかりと、最初に持ってから選んでほしいということなんですね。紙面上でも説明させていただいてるんですけれども、シャフトを選ぶときに大きく2つ方向性があります。一つは自分の今のスイングやスイングタイプ、あとはスピードに対してすごく振りやすい、そういうシャフトにしてあげて全体のパフォーマンスを上げてあげる。ですから自分に合わせていくっていうイメージのシャフトが一つですね。この方向性が一つ。それからもう一つは長尺、例えば軽量、そういうものに代表されるように、そのクラブをうまく打てるように練習をしてあげたときに、今までの飛距離よりもさらに伸びるような、そういうふうないいパフォーマンスを出すために選ぶシャフト、この2つっていうのはどちらも飛ばしたい、安定させたい、その2つはみんな同じゴルファーの願いなんですけれども、この2つどっちのアプローチをするかで選ぶシャフトっていうののタイプが全く変わってきますし、重量帯スペックも変わってきます。ですから自分がどういうふうな方向性のものを選ぶのかっていうのは、まず最初に決めて、そこからいろいろ探していくっていうのがもう絶対条件になると思います。でゴルフっていうのはクラブもそうですけど、今すごくいろいろ多様化しているので、何をやってはいけないっていうのは全くないです。ですから特にカチャカチャがついてシャフトいろいろ変えやすくなっている今の環境下もあるので、短くて安定させるシャフトと長くして飛ばせるシャフト両方使ってあげてもいいぐらいです。中にはヘッド重量もウエイトを変えて変えていけたりするので、そういう風にしていろいろ楽しんでほしいと思います。そしてもう一つはシャフトメーカーさんが出しているシャフトっていうのが最新のシャフトか最善のシャフトかっていうのは決してそうではないんですね。シャフトの中で EI 合成分布、まあ、こういう言い方しますけれども、それの特性を変えたものを毎年出していくので、今年の合成分布のシャフトよりも一つ前のモデルの方が良かったりする場合もすごくあります。
ですから最新の車窓ばかりを目を引くんですけれども、1つ前2つ前くらいまでをそこまでの中から選んでいってあげるというのもすごく大事な要素だと思います。で最後にですね、ちょっと自分で言うのもすごい恥ずかしいんですけど、実はこういうものを出させてもらいました。ワックルさんを出している出版社から発売していただいたんですけれども、こういう本出しましたんで、内容的にはですね、ここにもある通りですね、飛距離はクラブ、スコアはセッティング、これよく僕いろんなところでお話ししてるんですけれども、クラブをしっかり選んであげて一つ一つのパフォーマンスを上げましょう、でもスコアアップにつなげるのにはセッティングですよって、そういう話をよくするんですが、そんな内容がこの本の中で書かれています。で、一つ一つのクラブを選ぶときにどういうクラブ構成になっているのかっていうのを知った方が選びやすいので、そういう一つ一つのカテゴリーの、説明をしながらセッティングを作るときの考え方なんかをここにまとめてありますので、もし興味がある方いらっしゃいましたらぜひよろしくお願いいたします。